5バックで守り固められたとき攻撃は6枚並べた方がいいんですか？決まってないですね。そのチームの特性と相手の5バックの質によりますね。526ってだって数字だけじゃん。合コンで相手2人だったら2人で行っていいんですか？3人に増やした方がいいですか？ 1 人でも大丈夫ですか？みたいなさ。女子の目的によるじゃん。彼氏探しに来てるのか、ただ飲みたいだけなのか。まあ、数っていうのは、だってピッチ上でサッカーやってさ、だから俺、この箇所で数的優位になるからっていうのがあんまり信用できなくて、サッカーやってるさ、よっしゃ、今数的優位だって、なんなくない？あれ。それよりも、あ、ここでこうでこう崩せんなとか、崩せそうだなって結構感覚的なもんじゃん。これ、プロでもそうだと思うんですよ。ってなると、その感覚的にいけそうな状況を、どう作ってあげるかっていうのと、自分の前にスペースがあるとか、シュートを打てるとか、ドリブル仕掛けられるっていう状況だから、それ作ってあげるのに、監督側は布陣でこうする、こうでこうでって言うけど、上から見てこの流れでここで数的優位ができたからこうっていう、あの分析こそマジでサッカーやったことない人の分析っていうか、やったことない僕でもずっとね、やったことなくはないんだよ。もうここ1、2年ぐらい週4とかでやってるんですけど、やってからより一層思いましたね。じゃない、間違い探し、坂 YouTuber の枠はみ出しアナリス、これも俺が最初、失うものないしょ、非常の苦論から目指すは究極、捧げる頭脳は金色はたまた暴走金、誰かの決めた当たり前に燃やすぜ闘争心、汗こえるモチベで戦うよ、求む合理的修正のアラカルト、渾身の一手で定めに抗う。